65歳の定年退職を機に海外生活を考えている人も少なくないと思います。海外への引っ越し先としては国民の大多数が仏教徒で、他の国と比べると温厚な人が多いなど、日本と似た面の多いタイが候補地の一つになると思います。タイの中でもバンコク、パタヤ、チェンマイ、プーケットなどが引っ越し先の候補地になると思いますが、今回の動画ではバンコクとパタヤの比較をします。65歳の夫婦、65歳の独身男性にとってバンコクとパタヤのどちらが良いのかを見ていきます。買い物、食事、ナイトライフ、変化に富んだ生活、健康管理、大気汚染の6項目について、バンコクとパタヤのどちらが良いのかを考えていきます。点数をつけることはあまり意味はないかもしれませんが、6項目についてそれぞれ0点、1点、2点と点数をつけていきます。それではまずは買い物から見ていきます。私のパタヤの部屋から歩いて10分かからないところにビッグシーエクストラという大きなスーパーマーケットがあります。ここにはビッグシー以外にホームプロというホームセンターも入っていて便利です。私にとってはちょうど良い散歩コースになっていますが、徒歩もしくはソンテウにてターミナル21に行くことができます。ソンテウの運賃は10バーツ40円です。こちらがターミナル21パタヤです。パタヤにはターミナル21だけでなくセントラルデパートもあります。この左側のビアバーコンプレックスは最近新装開店しましたが、以前と比べて何が変わったのか私には分かりません。こちらがセントラルデパートパタヤビーチになります。セントラルデパートの中にはユニクロはもちろんのこと、ダイソーも入っていて、ダイソーは60バーツ240円ショップとなり高いですが、日本人がこだわって商品開発したものを売っているので重宝しています。バンコクですが、バンコクウドムスクにある私の部屋から歩いて行けるショッピングモールです。歩くと15分ちょっとかかります。このショッピングモールにはトップススーパーが入っています。バンコク BTS ウドムスク駅前には生鮮市場があって、スーパーより安く買い物ができます。ウドムスク駅から3駅都心寄りには日本人に人気のオンヌット駅があり、駅前にはロータススーパーがあります。運賃は15バーツ60円です。ロータスもビッグシー同様大きなスーパーです。延長コードを買います。199バーツ796円のにしました。よくあることですが、199バーツ796円と表示されていた延長コードなのに229バーツ916円請求されてました。正直言って気分悪いです。普段の買い物としてはショッピングモールがコンパクトにまとまっているパタヤが2点、あくまでも私の住んでいるところが基準になりますが、バンコクは1点です。
パタヤでよく利用するのはやはりターミナル21です。最近すき家もできて、ますます利用価値が高まりました。ターミナル21のフードコートにて、おかず3種乗せ40バーツ120円です。水は8バーツ32円です。パタヤサードロードのジャンボ寿司にて、ちらし寿司180バーツ720円です。味噌汁とセルフサービスのお茶は無料です。バンコクの部屋のすぐ近くにある小さな食堂で焼きうどん、パッシーウーガイ50バーツ200円です。水は5バーツ20円です。最高にうまいです。ウドムスク駅から500メートルちょいのウィズダム101モールには、カツヤ、吉野家が入ってます。私には高すぎますが、大戸屋もあります。つい最近ここのフードコートが一新され、新しくなってから利用するのは初めてです。日の丸のお店で親子丼を頼みました。フルーツサラダとわかめスープ付きの親子皿が出てきました。皿なので違和感はありますが、普通に美味しかったです。混んでてカウンターにて立ち食いです。一口食べたところで、お店の人がテーブルが空いた旨教えてくれて、テーブル席へと移動しました。食事については、パタヤもバンコクも安く済ませようと思えば安く済ませることができるし、日本食もいつでも食べられるということで2点です。パタヤには街中至る所にビアバーがあって、4目並べ、ビリヤード、そして話し相手になってくれます。サンミゲルビールは90バーツ360円、女性のドリンクは150バーツ600円です。お酒の弱い私は、実は水を頼むことが多いです。女性のドリンクとの合計で200バーツ800円でした。今、アソーク駅近くにあるソイカーボーイに向かっていますが、こんなところにアジサイというラーメン屋ができたようです。この先を左に曲がるとソイカーボーイです。最近はソイカウボーイに来ることもなくなりました。アサヒスーパードライ130バーツ520円です。女性のドリンクはなんと260バーツ1040円だそうです。ナイトライフは独身男性にとっては、街中至る所に孤独を癒してくれるバーのあるパタヤが2点、バンコクは1点です。夫婦でタイに移住する人にとっては、パタヤは0点、バンコクは1点です。パタヤはコンパクトにまとまって便利ですが、
飽きるほどこのターミナル21に来たりといった生活で、変化に富んだ生活とは言えないかもしれません。一方、バンコクは電車に乗ってさまざまな場所に行けるので、変化に富んだ生活が可能です。変化に富んだ生活については、パタヤは0点、バンコクは2点です。パタヤ移住、結局健康が一番大切との動画を先日アップロードして、パタヤの5つのクリニックを紹介しましたが、お医者さんは皆ある程度英語が話せますから、片言の英語と Google 翻訳によりコミュニケーションは可能です。とはいえ、日本語で会話ができた方が安心です。バンコク病院パタヤには日本語通訳もいますが、その分料金が高くなります。この歯医者はウドムスク駅から300メートルのところにある歯医者ですが、嬉しいことに日本語が通じます。詳しくはタイ・バンコクの日本語が通じる歯医者でインプラントとのブログを確認してください。ブログのリンク先は概要欄にあります。歯医者以外にもバンコクには日本語が通じるのに価格の高くない薬局やクリニックがあります。ここはアソーク駅のスカイウォークになります。このスカイウォークを歩いて左側にある階段を降りた少し先に日本語薬局と日本語クリニックはあります。アソーク駅から徒歩3分です。ここから少し先左側に日本語薬局のブレズ薬局があります。私も何度か利用していますが、価格的には日本語の通じない薬局と大差なかったです。こちらが日本人常駐薬局ブレズ薬局です。 Google 地図は概要欄にあります。そしてこの薬局のすぐ先には日本人通訳のいるブレズクリニックがあります。私も健康診断で利用したことがありますが、良心的価格設定だったと記憶しています。ブレズクリニックの Google 地図も概要欄に載せておきます。海外生活で最も大切な健康管理、バンコクには良心的価格設定の日本語薬局や日本語クリニックがあるので2点、パタヤは1点になります。パタヤは本当にうんざりするほど工事が多いです。この工事の多さがパタヤの魅力を下げてしまっていると思います。ここはパタヤ中央通り近くのビーチロードになります。ビーチロードの工事もまだまだ時間がかかりそうです。ビッグモーターはパタヤには進出してませんが、広葉樹は立ち枯れなどがあって、強風で枝が折れたり倒れる危険があるらしく、伐採されてしまいました。広葉樹の伐採以外に今まで行われた工事としては、ベンチの撤去と歩道のタイル張り替えです。今までのタイルは小さいタイルでしたが、今度のタイルは随分と大きなタイルになりました。早く工事が終わって、今までのようにビーチ沿いの散歩を楽しめるようにしてもらいたいです。タイでは花粉症から解放されますが、
大気汚染という点では、日本と比べるとタイの大気汚染はひどいです。パタヤのビーチ沿いに限って言えば、安心して呼吸ができる程度にはきれいな空気だと思います。一方でバンコクの大気汚染は特に寒気の間は深刻です。ここはウドムスク駅ですが、ウドムスク駅から隣のバンナ駅までスカイウォークでつながっています。排気ガスは空気より重いらしく、地上を歩くよりこういったスカイウォークを歩いた方が呼吸が楽です。バスが徐々に電気自動車に変わるなど、大気汚染に対する対策も進められているようですが、大雨の直後でもない限り、バンコクの空気はきれいとは言えません。パタヤからバンコクに来るとマスクをしている人が増えますが、大気汚染対策としてマスクを着用している人も多いのではないかと思います。日本にはスギ花粉によるアレルギー症状に悩まされる人が多いですが、大気汚染という点では日本の空気はバンコクやパタヤに比べるときれいだと思います。パタヤよりバンコクの大気汚染の方が深刻なので、大気汚染についてはパタヤが1点でバンコクは0点になります。点数を合計すると、独身男性にとってはパタヤもバンコクも8点となり、夫婦での移住となるとパタヤは6点でバンコクは8点となります。65歳でタイ移住となると最も考慮すべきは健康だと思います。悩ましいのは特に寒気の大気汚染です。バンコクに住むとした場合には、外出時にマスク着用と PM2.5 の数値が悪い時には長時間の外出を控えるなどの対策が必要です。健康に少しでも不安のある人は、良心的価格の日本語薬局や日本語クリニックのあるバンコクの方が安心できると思います。独身男性の寂しがり屋の人は、心の健康を保つために至る所にビアバーのあるパタヤの方が良いかもしれません。ビアバーで四目並べやビリヤードをすれば、孤独感が解消されるだけでなく頭の体操にもなります。ここはウドムスク駅から700メートルですが、左側に東南アジア最大のショッピングモールができる予定です。早ければ今年中には完成との記事を読んだ記憶がありますが、この進捗状況だとあと 2,3 年はかかりそうです。完成が待ち遠しいです。ご視聴ありがとうございました。